再生ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。本日はじゃーん、こちらのセザンヌのウォータリーティントリップから新色2色が登場したので、実際に使ってレビューしていきたいと思います。でこちらの2色がですね、12月3日発売でお値段が660円になってます。でまずこちらの06番のピンクベージュが落ち着いた印象になる万能なピンクベージュ、次こちらの07番ビターレッドがクールで色っぽい印象になる深みレッドということで、今回のこちらの2色はですね、青み黄みによっておらず中間のカラーで、ブルベさんイエベさん問わず使えるような中間の色味になってるそうです。秋冬にぴったりで、私もちょうど欲しかった感じの色味だったので2色とも買っちゃいました。それでは早速手首にスウォッチしていきたいと思います。はい、まずこちらが06番のピンクベージュです。こういった感じでかなりなんかヌーディーな感じの明るい感じのピンクベージュになってます。でちょっとブラウン味も感じられます。はい、実際に塗ってみるとピンクベージュっていうことではあったんですけど、あんまり青みピンクっていう感じはしなくて、少しこうオレンジ味も感じられるような肌に馴染みそうなヌーディーなベージュカラーになってます。粘膜っぽい感じの色ですね。はい、次がこちら07番のビターレッドです。なんかパッケージほどあんまり暗い感じ濃い感じはなくて、ちょっと肌馴染みっぽい感じもします。こんな感じであんまりこうがっつり赤っていう感じではなく、ちょっとこうブラウン味のあるブラウンレッドのような感じですね。これもパッケージで見るとなんかブルベ用のレッドっていう感じがするんだけど、なんか全然そんなことはなく、なんか青みは割と少なめで、結構これもねブラウンに寄ってる感じ。はい、2色とも塗ってみるとこんな感じです。このティンってやっぱりすごいツヤ感が綺麗です。で、どっちもね、結構今回ね、同系色系というか、まあ、秋冬にぴったりのブラウン系のカラーだなと思うんですけど、ほんとブルベさんでもイエベさんでも使えるような感じで、黄みが強すぎるっていうわけでもないし、青みが強すぎるっていうわけでもなくて、ほんと中間色。最近私もね、ブラウンとかベージュ系のリップ、すごいハマってるので、これは嬉しい。まあ、これティントなので、ちょっと色残りを見てみまーす。まあ、まだちょっとしか置いてないんですけど、はい、こんな感じでですね、がっつり色が残るっていうわけじゃなくて、ちょうどいい色残りをしてくれます。はい、それでは実際にですね、唇に塗ってみたいと思います。私のすっぴんの唇の色はこんな感じです。はい、まずこちらのピンクベージュから塗っていきます。ピンクベージュ塗ってみるとこんな感じ。めちゃくちゃ可愛いです。本当にヌーディー、ブルベさんでも浮かない肌なじみ系のヌーディーなリップになってます。でもそんなにやっぱりこうピンクが前に出てくる感じじゃなくて、本当に元の唇の色っていう感じで、本当に肌にすごい馴染んで、私が今してるみたいな結構目元が濃いメイクとかにはすごいマッチすると思います。ヌーディーでめっちゃ大人っぽくて、こうちょっと一さじブラウン味もあるような感じなので、とってもトレンド感もありますね。これはめっちゃおしゃれだ。次がこちらビターレッド塗ります。はい、ビターレッド塗ってみるとこんな感じです。結構実際に唇塗ってみると割とパキッとしてるかも。ただこう透け感があって、ちょっとこうブラウン味のあるレッドになってるので、こうがっつりすぎなくて馴染むし、すごいトレンド感もちゃんとあります。私はブルーベースの冬で黄みが苦手なタイプなんですけど、これは全然違和感なくつけれるので、ブルベの方にでもすごい似合うと思う。ブラウンレッドっていうか、ちょっとこうテラコッタっぽさもあるような、とてもおしゃれなレッドですね。顔がやっぱりパッと肌
華やかになるし、こう引き締まって普段使いもめっちゃしやすいと思う。はい、ということで今回はこちらのセザンヌのウォータリーティントリップの新色2色を実際に使ってレビューさせていただきました。で、このセザンヌのウォータリーティントリップはしっかりと高保湿でツヤ感もあって、なんですけどマスクにもつきにくく落ちにくいので私もとっても大好きです。どちらもこうブラウン味が入ってるようなカラーなんですけど、イエベさんでもブルベさんでも使えるようなカラーになっていて、秋冬にめちゃくちゃぴったりだと思います。特に私が気に入ったのはですね、こちらの06番のピンクベージュで、最近私はねアイメイクを濃くするのにハマってるので、このヌーディー加減がすごいおしゃれに決まってくれてすごい好きでした。こちら2色ともねめちゃくちゃおすすめなので、気になったらぜひチェックしてみてください。はい、ということで最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ゆちゃんでした。またねー。